はい、皆さんこんにちは。ミャオフォー散歩でございます。今回ちょっとね、後ろシンプルです。今回はですね、名古屋駅からね、相当区内、昔ながらのね、街並みがね、残ってるとこあるんですよ。でね、まあおしゃれなね、お店とかもね、たくさんあるエリアなんでね、ここをちょっとね、紹介してみたいと思います。このエリアっていうのはですね、名古屋城からね、相当区内ところなんですね。なので名古屋城観光とねセットにするといいかもしれません。ということでご覧ください。まずこちらですね、五条橋という橋です。これはですね、堀川というところにかかっていますけれども、もともとはですね、五条川というところにかかっていた橋をですね、まあ五条川っていうのは清洲城のすぐ近くなんですがね、そこから移設したものです。移設って言ってももともとは木だったんですが、今はこのコンクリート造りに変わってますね。この橋をね、渡っていきますとね、まあ、こういう観光案内みたいなのがあって、でその先にですね、こういうね、神様が祀られてるんですけども、この小さいね、お社みたいなものっていうのは、これは屋根神様と言ってですね、また後から出てきます。これはですね、名古屋特有のものっていうふうに説明しているウェブサイトありますけどね、私ね、岐阜に旅行に行った時にね、よく見かけましたよ。何回か見かけましたよ。なのでね、この辺りだけにあるものというわけではないと思います。そしてね、こう歩いていきまして、ここを左に曲がりますと、この正面に見えている道がですね、古い町並みを残した道ということになっているんですが、実はこの道よりもね、右手にもう一本通ってる道が、一番ね、見どころがあるところです。なのでここからワープします。ここですね、正面に見えているのが浅間神社なのでですね、この古い町並み、しけ道と読むんですけどね、ここに来るときはですね、浅間神社を目指してきてください。今はね、スマホとかでね、いろいろ調べられると思うんですけど、浅間神社で検索するといいと思いますよ。ちょっと浅間神社の方を見てみましょうか。しけ道の方に行ってみたいと思います。まあこれ元禄時代らしいんですけどね、大火があって、その後ね、その火がね、燃え広がらないように道幅を広げた、4軒に広げた、メートルでいうと大体7メートルぐらいらしいんですけどね、そこからですね、しけ道と呼ぶようになったらしいですね。こういうふうにね、歩いていくとだんだん古い町並みが見えてきます。この辺りね、左右とも非常にね、いい感じですよね。そしてね、新しい建物も周りの景観に合わせてね、作られています。こういう感じですね。そしてずっと行きまして、ここを左に曲がります。そうしますとね、しけ道、
の一つのね、スポット、観光スポットが来ます。はい、ここにですね、先ほどの屋根神様があるんですね。この神様はですね、病気や火災からね、家の人をね、守ってくれると信じられているようですよ。そしてね、この細い道を入っていくと、この一角で非常にね、有名なね、小森地蔵尊というのが鎮座しているんですね。こういう感じで歩いていきますと、このどんつきというところですね。ここにあるわけです。このお地蔵さんというのは不思議なことにですね、井戸を掘っている時に発見されたそうですよ。では引き返しますが、ここでワープいたします。はい、こちら、昔ながらの造りの家でございます。そしてやはり屋根にはですね、屋根神様が鎮座していると、祀られていると、そういう感じなんですね。この道の奥の方ですね、いろいろな店があってね、歩いていて飽きないスポットなんですよ。最寄り駅はですね、地下鉄のね、丸の内っていう駅です。これはですね、日曜日に行って撮った動画と写真なので、丸の内にはね、人影があまりないですね。ここはですね、官庁街なので、土日はね、人があんまりいないというエリアになってます。ああ、そうそうそう、あとね、名古屋城をね、見てね、期待してたほどじゃないなって絶対思うんですよ、名古屋城行くと。ですけどね、その帰り道にね、このエリアありますんで、ここでね、お茶をするとね、あ、やっぱり来てよかったなっていうふうに多分思うと思います。ということでですね、名古屋観光あるある、お城でがっかりした後、ちょっとしたエリアによると元が取れるよっていうお話でした。ということで、今回の散歩はここまでです。ジャパニーズホーク。